こちゃーす。中までたっぷり千早です。投稿者用隠しステージを作っていただきました。緑色のあいつということは T オシザルスをどっかで見つけなきゃいけないんでしょうね。特に投稿者さんからのメッセージはありません。よろしくお願いしますとしか書かれてなかったんで、まあ、とりあえずセーブしてない状態でスタートしてみたいと思います。三段ジャンプ、スピロン。うわ、むっついな、これ。ああ、しまった。むずいな、おい。OK。そうか、壊せんのか。かぶって、はい、はい、はい。これは食らっていく。スピンでいく。上がる。上に何もない。当たって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 スピン、ジャンプする。よいしょ。さあ、はい、降りて、はい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 、到達。そっち。最初の上もないですね。お、よいしょ。せいや。おっと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 。この辺にも隠しはないよね。上もなさそうに見えるけど、この上はなかったよね。この上はなかった。よいしょ。届かねえか、これ。無理かな。いけそうな気配、オッケー。この上は？ない。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 ないな。ない。見つかってお願いだから。ない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 です。ひん！もうやめて。お願いだから。あ、なさそう。ここじゃねえんだ。でもここを来てどうする？あれだ、コース真ん中のパックンの手前の上に土管あるな。あれだな、最後土管経由でゴールみたいなんで、あれですね。でもジャンプじゃ届かない距離だよね。パックンのところから隠しか、あるいはガリガリか。ガリガリのところに何かあるかですね。ちょっと注意深く見ていきましょうか。おお、よいしょ、よいしょ。テルミキャッスル思い出すな。なんか白いの隠れてるな。音符か、音符だ。あったあったあった、これだ。オッケー。土管入って裏面来ました。残り30秒。届かねえじゃんこれ。あのクリアするのにクリアできないから、キノコとかを置くのが投稿者用隠しであって、これは投稿者用隠しっていうか本筋ルートじゃん。投稿者用隠しじゃないじゃん。まあでも見つからないって意味で投稿者用隠しって言いたかったのかな。そういうことにしよう。うん、投稿者用隠し亜種だねこれはね。まあいいでしょう。まずはクリア。セーブせずにクリアできたの大きいっすよ。まあサムネ見たけど。Pスイッチを探せ、中間あり。ツイッターでいただいたコースです。3月の12日ですね。Pスイッチを探してくださいということです。これも投稿者用隠しみたいになってるな。これは最初は左に歩けばいいのか。あ、いや右でも行けるのか。左？まずファイヤーを出してもらって、鍵、鍵、鍵？三つも？多分使わねえんだろうな。下ですね。P 探さないと本当にダメですね。
お、ありそうな雰囲気。やったね。うわここで踏ませていただきます。怖え。鍵一個。こっちが先っぽいな。下は多分脂肪ですよね。ああ、いや、下あるね。行ってもよかったか。まあ、とりあえずこっち行こうか。お、P 発見。はい。はい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 。ここには何もなし。あ、なんかありそうな感じするけど。これで、リセット。もう無理。鍵持ってたお前が。ここで中間、鍵。耐える。助かった。で、こっち戻んないとダメだ。おぶねえ。土管があるね。こっちかな。あ、ぽいな。鍵がねえ、でも。鍵がねえぞ。どっかで取り逃したか。危ねえ、間に合った。隠れてねえかな。ねえか。入れない、入れないですね。自然な流れだとこの中に鍵を探した方がいいか。おっ、めっけ。いいね。勘がとても冴えてますね今日は。火の中抜け。うわー、あ、ここら辺かな。この火の中怪しくね。ねえっすな。うわ、いやでも普通に考えて、え、つな、嘘、ねえ、ねえな。じゃあちょっと一回ちっこくなるぞ。今度は1マス探しないね。でもね、一方通行があるから、こっちにな、会ってくれないと困るんですけどね。あ、ない、積んだ。多分積みだ。え、やり直し効かねえじゃんこれ。あ、鍵あった。しかもここはスルーできるんだよな。これが本筋ルートか。結構鍵の余りが、てかなんかもしかしてこれそこら中に鍵あるんじゃねえの。もしかして、もしかして。そこら中に鍵があるんじゃ。とりあえずさっき進めましたね。逆に鍵を引き当てちゃって下に落ちるってことがないようにしたいな。フラグかな。しっかりと利用して。こっちは何もないね。ない。ないね。おお、怖っ。あぶね。なんかあったな。P 必要か？なくていいんだったら持ってかねえんだけどな。下はどうなってた？明らかにでもなんもねえよな、下。じゃあ右飛ぶぞ。OK。ドア入ります。なんかあるで。はい。はい。はい。ここで P ゲット。あ。上越えれますよ。はっ。でもこいつのせいで何もできねえ。上から来るんだ。そうだ。危ねえ。
キーありました。よかった。ここの隠しを確認、大丈夫。ゴールできる。もういなくなったよね。飛べ。オッケー。お疲れい。よーし。じゃあこれいきましょうか。難しいの、いいねランキング難しい第1位。初心者でも楽しめるスピラン2。1は確か生放送中にクリアしたよね。1。ミサ。1、2、3ガリアン。ズドン。P 踏んで右か。うわそうだよ。こっちで復活してるんだよ。はい。これは大丈夫。右、左、右、左、届きますね。右でスピンだね。よいしょ。被るのか。被るんだね。投げるパターンもあるから。1、2、3がりゃー。うわー、反応悪い。でも行こうぜ、ぬるりと。もうなんか多分勝ちだと思うよ。1、2、3がりゃー。残り6秒だったんで。多分もう、そんなに。長いあれではないはず。クリアいけそうです。スピンして、う、詰まった。大丈夫かな。大丈夫ですね。スピン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 、かぶって大丈夫。あ、ちょっとロスだな今のは。なんだっけ。1、2、3ガリア、オッケー。からのスピン、ゴールを使う。よし、オッケー。楽しいスピラン。ゴールできたら、神弟子。神弟子ってなんや。キノコ取っておこうかなと思ったけど、取れました。もう一回取っとこうか。やばい、でも結局食らったな。オッケー、よいしょ。すんげえ量の赤キラ。オッケー、こいつが右に向かってくれたんで、こいつを足場にして、ゴールあるね、多分下に。オッケー、お疲れ。神弟子にしてもらわねえと。一発クリアさし。ボスラッシュですね。これはアクション系のステージだと思います。楽しんでやっていきましょう。キング・バウザー・クッパ。あ、違う、キングとバウザーとクッパかな。キングはちょっとなんだかわかんないけど、あれか、多分、でっかいクッパ、ただのクッパ、最後、ノコノコ最後、ノコノコになるの。入りましょう。あ、ジュニアか。まずはジュニア。倒すと、ここがいけるのか。了解した。最強。何？あ、今度は。そっか。OK、とりあえず OK ですね。ここにつながり？これで上に行けますね。左には行けます。帰ってきた。同じとこだね。再戦？あ、2体になってる。ざまねえ。やっぱ負けちゃうんだね。まあそりゃそうだろうな。これあれだね。別のとこに飛ばされたね、多分ね。同じようなところに見えたけど。もう一回こっちかな。あ、なるほど。クッパが上から降ってきてたのか。今度はここに移るわけですね。しまった。食らった。かぶんねと。
これはただの再戦なんだよね。あ、そっか。え、ちげえ、再戦じゃねえ。いやー、しまった。もう一個、鍵をゲットできれば。そっか、今度はこいつもいんのか。お。こいつ踏んで、こいつ踏んで。こいつ踏んで、ここに待機。オッケー、勝った。よーし、オッケー。こいつはもうスルーでいいんだ。入って、入って。さだ、さだまさし。イエーイ。土管入って、中間まだ続くのか。今度は、クッパですね。クッパは割とでも戦いやすいかな。取れた。こいつはさ、くるくる回んないからさ、簡単に倒せるよね。時間短く倒せる。それがいいよな。まずは第一戦終了。左に行きます。さあ、第2戦。うおー、あぶねえ、また同じ死に方をするとこだった。うわー、あぶねえ。オッケー、そうか、なんとなく分かってきたぞ。割り、まあクッパを速攻で倒す方法、ちょっと次実践してみましょう。さあ行くぞ。あっ、間違えた。ちょっと想定外の状況になったけど、 OK、 倒す。で、おいで、落ちておいで。ほら、まずこっちだね。ちょっと予定外のあれになったけど、これ勝ちゲーだろ。勝ちゲー。勝ちゲーです。でもこれ時間かかるな。落としたいですね。 OK、 落ち着いてかぶって、あ、弾かれるパターンもあるな。左に寄せた方が良さそう。オッケー。ちょっとでかいのはめんどくさいな。簡単には倒させてくれない、やっぱり。これ入って、これ入って、これ入って、ステージ2突破。さあ、ラストステージですね。まだあんのかよって感じだけど。羽？ファイヤーの方が良さそうですよね。やばい、取られてた。え？そんな、ダッシュ回転板がある。ほら、回転板が。よいしょ。これ届く？どうする？あ、ファイヤーだ。オッケー。バネ必要だよね、多分ね。しまったな、バネ置いてきちゃったけど。ゴールだ！やったー！はい、ということで、今回はこれで終わりたいと思います。チャンネル登録をお済みでない方は、ぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。ではでは、また別の動画でお会いしましょう。アディオス、アミーゴー。